こんにちは、のり太郎です。今回は速報としてイギリスのサマータイムのお話をしたいと思います。というのもコイン投資をされている方は皆さん大注目していると思いますが、今巷ではロイヤルミントからそろそろグレートイングレーバーシリーズのウナとライオン、スリーグレイセスに次ぐ第3弾として偉大なる彫刻家ウィリアム・ワイオンの傑作である、世界で最も美しい銀貨と称されているゴチッククラウンの金貨銀貨が発売されると騒がれております。イギリスの王立造幣局では毎回イギリス時間の朝9時に新しいコインを販売し開始してるんですけど、今回2021年は3月28日からイギリスがサマータイムとなっておりまして、イギリスの午前9時が日本の夕方5時となっていたんですが、11月1日からは元の時間に1時間巻き戻しになるので、イギリスの午前9時が日本の午後6時となります。なのでおそらくゴチッククラウンは11月以降の発売となると思われますので、ホームページの更新は、日本時間の午後6時となりますのでご注意ください。今年の2月に、発売された第2弾のスリーグレイセスの金貨銀貨はですね、予告が以前、その前にされていて販売されたんですが、第1弾のウナとライオンの金貨銀貨は特に予告もなく発売されたそうなので、今回のゴチッククラウンも必ず予告があるとは限りませんので、皆様日本時間の11月1日以降は6時ですね、はロイヤルミントのホームページは要チェックかなと思います。その他絶対に買いたいという方向けに、過去動画で私がロイヤルミントで最速でコインを買う方法というのをアップしておりますので、一度ご覧になられた方も、復習がてら見てみてはいかがでしょうか。いろいろと準備しておくものがありましたので、特にカードですね、カードはしっかり準備しておく必要があるかと思います。で、あとそもそもロイヤルミントでの買い方がわからないという方向けには、イギリスのモダンコイン購入完全マニュアルという動画も過去動画でアップしておりますので、そちらをご参照ください。それでは今回はこれで失礼します。You and me, meant to be.